よく映画などに登場しますが、簡単に言うとどのようなものでしょうか？複数の人格を持つことによる逃避と考えられています。多重人格は逃避の一つなのですか？さようです。そのメカニズムは完全には解明されていませんが、精神を守るために脳が行う防御行動の一つではないかと考えられています。例えば貧乏な人がお金持ちになった自分を想像するという現実逃避ってありますよね。これも多重人格なわけですか？極論はできませんが、抗議的にはそう解釈できます。つまり誰にでもあり得る現象なのです。その現実逃避の見境がなくなると二重人格になるのですか？ちょっと難しいですね。そう提唱する説もありますし、否定する説もあります。諸説紛々です。では精神医学の世界ではまだ多重人格というのは未知の解明されていない現象なんですか？残念ながらそうなります。今後の研究が期待されます。でも二重人格なんてなんだかかっこいいですよね。どういう人が二重人格になれるんですか？なれると言いますか、なりやすいと言いますか。最近の研究では遺伝と死因が複雑に絡み合い、中でも幼少期の育児体験が大きく作用するのではないかと言われています。そういえばこの A 君も家庭に問題を抱えてるんですよね。気の毒に。7つの人格を持つ青年 A。 では VTR の続きをどうぞ。ですがその前にコマーシャル。最近のカップ麺は凝ってて種類も多いんだよ。どれも一通りは食ってみたいし。それじゃあ一種類しか食えないよ。飽きちゃうって。豚骨はうまいんだよ。大盛りだけど大味ってわけじゃないし。
Thank you.